こんばんは篠宮みなつきですこの動画は神戸電鉄大村駅の紹介になりますよろしくお願いしますまずチリン地図のパートから入ります後で実写の映像が流れます概要欄にリンクがありますので実車の映像だけご覧になるという方は飛んで行ってくださいあとチャンネル登録よろしくお願いしますさて大村駅は神戸電鉄青線の駅となります概略はこのようになっております 昭和26年にできた駅ということで、実際の映像でもね、駅舎はまあ映ってるんですけど、実際駅舎がね、建、えー、て替えたっていうね、情報がないので、まあ、おそらく開業当初の昭和26年にできた時の駅舎が今のまま残っているんじゃないかなと。 いう感じがしますね、えー、結構ね、えー、古びた感じでね、えー、なかなかね味があるなぁといった感じです。で、えー、まあ、お客さんもね、えー、利用してるお客さんもさほど多くはないんですけどね、えー、まあ何度か私ここに足運んでるんですけど意外と学生さんが利用してる駅なんだなというふうに、えー、見えました。 えー、それではね実際の地図を見てみることにしましょうえー、とこちらがあ実際の写真になります画面の中心があほぼ大村駅の位置になります、えー、地図を見ても分かる通りね結構狭い道が多くてですね、えー、古くからあるところなのかなという感じがしますね えーっとそれではね、地図を簡単に振り返っていきましょう。ちょっと引きまして、ここが大村駅の位置ですね。もうすぐ近く山なんですよね。はい、こちらがね、1984年から86年までの地図となります。だいぶ畑があーね、えー、増えたという感じですね。えー、だいぶ宅地がね、 あの増えてきたんでしょうか最近ね、はいでえー、こちらが1979年から83年ちょっとこの白い部分はねおそらく航空写真がないんだと思います、はい、こちらが1974年から78年、えー、こちらが1961年から69年までとなりますいやーこの辺りほとんど全部ね画面の上の方山だったんですよね でこの下の方反対側畑がねかなり広がっている地域でやはりこの大村駅の周りだけねこの辺集落がこうあったんですよねまあその辺が今でも、まあ、残ってまして結構ね えー、狭い路地が結構入り組んでてね車ではこの大村駅にたどり着くのはねまあなかなかしんどいですね行けないことはないけどちょっと U ターンしたりするのがねちょっとしんどいなといった感じがしました、えーはいえー、それではね前後との駅の、えー、標高はこのような感じになっております鈴蘭台方面の手前、えー、三木駅になります 3 7 5メー,ター大村駅は4 5 5ー,ターで、青方面次の駅、柏山駅は4 2 2ー,ーと、おーまあ、あまり大村駅と変わりはないんですが、その間にですね、えー、地図のここら辺になりますけども、よいしょ、この辺りですね、はい、えー、大村坂越というね、えー 峠がありまして、えー、結構ね車で運転手も結構山をこう登って下ってるっていうね、えー、ところがありましてそこを神戸電鉄も山を登って下っていきます。えー、この部分、うん一番 標高の高いところがあ大体8 7メーターぐらい、えー、あるようです。えー、なのでまあ大村駅から大体 40m ぐらい登って、えー、柏山駅へ 40m 下るというね、えー、そんなことを神戸電鉄はやっているという感じですね。なかなかすごいですね <laughs>。さあそれではね、えー、実際の映像をご覧ください。 はいえー、それではね実際の映像になりますこちらがね神戸列の大村駅です駅舎がすごく古いですね 駅のね、周りなんですけども、本当ね、えー、住宅地の真ん中にありまして、車でね、えー、この駅にアクセスするのはちょっと困難といった感じですね。えー、周囲の道がね、えー、かなり狭いんですよね。まあ入ってくることできるんですけど、ちょっと U ターンしたりとかね、えー、乗り降りしたりとかするスペースは、まあちょっとないかなといった感じです。えー、こちらにはね、駐輪場がありまして、たくさん自転車が停めてあります。おそらく学生さんなんかがね、利用されているのかなと。 思いますそれではね、えー、駅に入ってみましょう。えっ、ー、と、自動改札のある券売機は一つだけの無人駅といった感じですね。窓口結構あったみたいですけど、今はシャッターが閉まっています。それではね、入場券なんですけど、ないなぁ。それではちょっとインターホンで問い合わせをします。 他のお客さはい、お待たせいたしました。どうされましたか。すいません。入場券はないんでしょうか。はい、えっ、ー、とどうされます。ちょっと撮影しに10分ぐらい入りたいなと思いまして。あ、そうなんですね。はい。ちょっと待ってください。そうしましたらね、改札機能を開けますので。はい。えっと電車乗られないんですよね。はい、乗りません。わかりました。すみません。 あ、お待たせしました。せししまそしたらね、右側の方、今、開けてますので、はい、こちらから入っていただいてまた降りられる時、はい、インターホンで呼んでもらえますかあ、わかりましたありがとうございます、はい、はい、どうぞ、はい。すいませんはい。ということで、えー、こちらの方うを、ね、通らせていただきます はい、えー、それではね、えー、問い合わせをしまして駅にね、えー、入ることができましたあ一面一線のね防線上の駅となっておりますホームがかなり古いですねちょっとねでわあこれこの駅名標もなんか古いままじゃないでしょうかすごいなトイレは駅の真ん中にね、えー、かなり古いような形でありますね 待合室とかはないようですね駅舎は向こうの橋だけ1個、えー、ありますね、えー、最初に言ったようにねかなり古い造りになっていますよはい、えー、周囲はね本当住宅地になっていますん すぐ線路のすぐそばまでね <laughs> 民家がありますねすぐそばにお踏切が見えまして反対側線路の有効調は4両でしょうかねそれではね、えー、ちょっとトイレ使いますさっきからねずーっとトイレ行きたかったんですけどね駅に行けばトイレがあるだろうと思ってね、えー、ちょっと待ってました はい、えー、トイレをね、使わせていただきました、ちゃんとね、掃除をされていて、えー、綺麗でしたよ、えー、それではね、えー、本当、他に何もないといった感じなんでね、えーまあ、あのご厚意で駅に入れていただいてますのでね、ね、えー、早めに出たいと思います。うん ただいまほかのお客様はいお待たせしましたあすいません駅出たいんですけどはい今左側開けてますので、はい、どうぞありがとうございますはい,はいはい、えー、ほんとね、えー、毎度毎度神戸電鉄の係員の方ありがとうございましたそれではね神戸電鉄大室駅の紹介でしたご視聴ありがとうございました